おはようございます。いよいよ来ましたね。2023年の始動日ということで、はい、今ね、練習場に到着しました。新しいね、練習場、サンゴのね、ところにできた、ナラディーヤという、まあ、施設ですね。そちらで、今日から、まあ、本格的に練習が始まるというところで、この後ね、ちょっとね、ちらっと映しますけど、まあ、クラブハウスがあったりとか、中に食堂ができたりとか。いやー、ちょっと、去年まで JFL にいたと思えないほどの、すごいね、この環境の良さを感じてます。そう、YS の時とかね、全然、クラブハウスとかもなかったですし、練習場も自分らのものじゃなかったんで、すごいなと思いながら、はい。ちょっとね、この後いろいろ移していきたいなというふうに思っていきます。います。はい。ということで、練習いってきます。ということで、グラブハウスこんな感じです。いや、マジですごい。かっこいいな。はで、練習場があっちです。今ね、まだクラブハウスなんか使えないんで、奥のプレハブというか、そこでね、着替えたりするんですけど、完成が楽しみです。こちらが練習場です。向こうにもう一面あって、小学生コートがここで2面と奥で2面って感じですね。フットサルコートと、あそこはキックターゲットかな、あります。はい、ということで練習終わりました。まあ、初日の練習、初めてね、こう新加入の選手と会って話をしたりとか、ね、もう僕はちょっと今、まあ、怪我というかね、まあ、注射打ったばっかりなんで、交流はしてないですけど、みんなね、楽しそうに一日、汗を流してたっていう感じですね。はい。まあ、僕も去年、来てた中で、すごくこの入りやすかった、馴染みやすかったチームだったんで、今年も新加入の人にはそう感じてほしいなと思いながらね、また明日も頑張っていきたいなと思います。練習場の近くなんですけど、めちゃくちゃね、いい感じの風景があったんで、もうすぐそばにね、スギさんがあって、すごいね、いい場所に練習場があります。山の上なんで運転が大変ですけど、はい。ということでね、練習終わったんでね、しっかりアスリーまで栄養補給していきたいと思います。今日はですね、この帰りの途中の郵便局にて、特典用 T シャツ90着ですね。特典用 T シャツも、はい、皆さんにご購入いただいて、こちらを発送していきます。デザインもね、これが正面のデザインで、これが背中のデザインで、めちゃくちゃいい感じに出来上がったんで、お届けをお楽しみください。少々皆さんお待たせしました。はい、ということで、今特典を T シャツを、送ってきました。本当にご購入いただいた皆さんありがとうございます。まあ、僕にとってもすごく思い出に残る昨シーズンでしたし、まあ、その思いが形となってね、こういうふうな形で T シャツにできたこともすごく嬉しく思います。これも本当に支えてくれるね、皆さんのおかげあってのことでしたので、本当に感謝いたします。ということで、到着をお楽しみにしてください。では、失礼します。
よいしょ。仕事が終わったんで、今日の夜はこの奈良健康ランドでゆっくりして家帰って寝たいと思います。いやー、最高の湯でした。はい、もう最高ですね、健康ランドは。まあちょっとね、この後は寝る前に本とかね、いつも読んでお香焚いたりとかして、はい、それでゆっくり寝ようかなというふうに思います。今日はこっちのお香を焚いて本読んで寝ます。今読んでる本はこちらです。アフターコロナのマーケティング戦略。寝る前にね読むんで、ちょっと、ね、頭が働いちゃうんですけど、はい、これね、見てみて、これ、あ、サグラダファミリアでね買ったしおりを使って読んでます。はい、ということで今日は一日お届けしましたが、また明日も頑張っていきたいと思います。では皆さん、おやすみ。先客がいたみたいです。一緒に寝ようね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。次の動画を楽しみにしてください。ではまた、バイバイ。